山の王が厄介者ってどういうことだよ。だって人を傷つけたんだよ。それに何なのことも。あれはただの事故だろ。山の王はアビスの汚染で病気になっただけだ。そうだけど、みんなを危険な目に遭わせてるのも事実でしょ。病人を悪者扱いするなんてどうかしてるぞ。さっきの言葉を取り消さないと、もう絶交だかんな。トバ、フニ、どうしたんだよ。フニが山の王の悪口を言ったんだ。山の王は英雄なのに。ふん、数百年前はそうだったかもしれないけど、今はもう違うでしょ。昨日はそうだったかもしんないけど、今はもう違うね。もういい。やっぱパパの言う通りだった。物事はいつも変化してるんだ。前を向かなきゃ。昨日まで友達だったけど、今日からはもう他人ね。おいおい、二人とも喧嘩はやめろって。そうだ、いいニュースがあるぞ。旅人が今回新しく有価者をやることになったんだ。こいつが見事に儀式を終わらせて山の王の病気を治してみせるぞ。え、本当か？パパが言ってた大事な話ってそのことだったんだ。この前お兄ちゃんとお姉ちゃんが山を登ってく姿ってまるでキイニチお兄ちゃんみたいに頼もしかったもんね。そういえばキイニチお兄ちゃんはどこ行ったんだろう。確かに開演の夜には出ないのかな。オイラたちが呼んできてやってもいいぞ。でももしあいつがこんなことで喧嘩するお前たちを見たら、きっとこっぴどーく説教すると思うぜ。そりゃまずいな。まだキイニチお兄ちゃんと話したことないのに、初めての会話が説教だなんて。私だって本当は喧嘩したくなかったんだよ。山の王の悪口を言っただけなのに、トバが突っかかってくるから。そうだぞ、お前たちが友達じゃなかったらトバも竜の赤ちゃんを探すのを手伝ってくれなかっただろ。わかった。旅人のお兄ちゃんとパイモンお姉ちゃん、あとキイニチお兄ちゃんに免じて謝ってあげる。トバ、山の王の悪口を言ってごめんね。パパはナンナのことを本当に大切にしてたんだ。ナンナがいなくなって私も寂しかったから。その俺さっきは言い過ぎた。俺も旅人のお兄ちゃんとパイモンお姉ちゃん、それからキイニチお兄ちゃんとナンナに免じて謝るよ。ごめんな。よしよし、これで仲直りだな。うん。トバ、これからはもうあなたの前で山の王の悪口を言わないようにするよ。あ、開演の夜で使う布を買わなきゃいけないからもう行かないと。また遊ぼうね。トバ、お兄ちゃんとお姉ちゃん、またね。ああ、俺も家に帰るよ。またな。気をつけるんだぞ。あいつら仲直りしたけど、なんだか前ほど仲良しには見えなかったな。はあ、山の王の問題をうまいこと解決できるといいけど。他の場所も回ってみようぜ。あれ、あそこで。ここで何してるんだ。ああ、ダンスの練習をしてるんだ。開演の夜で踊る最潮のやつをね。おお、開演の夜ってダンスがあるのか。せっかくだし、オイラも踊れるようになりたいぞ。踊れないのか。そういえば、見たことない顔だな。珍しい。しばらくは外から人が来ないもんだと思ってたけど。え、なんでだ。
だってもうすぐ開演の夜だろ。早く手を打たないと山の王が目覚めるかもしれない状況だぜ。これは別に楽しいお祭りじゃない。部外者にとってはむしろ危険なもんだ。じゃあ今回の有価者が部外者だってのは知ってるか？ああ、それなら聞いたよ。でもこんなの初めてだ。ぜひそいつの顔を拝んでみたい。なんだって？まさか君がそうなのか？へえ、これは驚いたな。今回開演の夜には参加しないから新しい有価者に会えないと思ってたんだけど、まさかこんな形で会えるとは。今日は本当についてる。お？開演の夜に参加しない？もしかしてお前も地元の人間じゃないのか？そんなわけないだろ。よく見てろ。どうだ、結構イケてんだろ。ここ数年開演の夜でいつも踊ってたからな。聖火の柱の下で踊る俺を大勢の女の子が見に来てたんだぜ。へえ、すごいな。でもだったらなんで今回は参加しないんだ？いやほら、山の王の問題がちょっと深刻そうだろ。今や集落だって安全じゃない。この前もトリニダードの竜が悲惨な目に遭ったって聞くし、重要なのはこの問題をどう解決するかだ。上の人たちが解決案を出さないのは揉めに揉めてるからかもしれない。あと数日したら誰々があいつを怪我させたなんて話を聞くかもな。だからいっそのこと集落の外に出て冒険してみようかと思って。なんだかがっかりしてるみたいだな。いやいや、そんなことないさ。だって外に出るちょうどいい機会が手に入ったんだぜ。かがり木の民の男はいついかなる時も前を向くべきだ。どこに行こうとこの部族の出身ってのが誇りなんだぜ俺は。実は竜の遺物研究会に連絡して簡単な試験を受けることになってな。研究に使えそうなものを一つ見つければ入会させてくれるそうだ。竜の遺物研究会？聞いたことないか。古代の竜を研究する愛好会でね、その時代のものに目がない奴らなんだ。そういえば君たちの前任の有価者と一緒にいる竜もその時代の遺物だって聞いたぜ。アーハウって竜の時代の遺物なのか？お、なんだ、キーニチとアーハウとは知り合いだったのか。じゃこれは知ってるか。あいつらは謎に包まれたとある遺跡で契約を結んだらしい。研究会の人によるとそういう契約には大きな代償を伴うんだとか。なんか怖そうだな。ま、実際どうかはわからないけどな。でもそれが事実だったとしたら耐えられるのはキーニチくらいだろう。あいつは契約や代償のことをよく理解している。間違っても損するなんてことはないはずだ。そういえばこの間外で変な壁画を見かけたんだが、そこに竜と人の姿が書いてあってな。もしかしたらあれは竜の時代に行われていた契約の儀式を記録したものだったのかもしれない。そういうのも竜の遺物に含むの？あ、もちろん。あれを撮影できれば教会に入るための切符を入手できると思うんだが、最近はアビスの汚染がひどいだろう。それに壁画の近くで魔物が出たって話も聞く。物騒だからもう少し様子を見ることにしたんだ。お、でもただならぬ雰囲気を漂わせる二人なら手伝ってくれたりして。写真を撮るだけだろ、簡単そうじゃんか。普通の魔物くらい旅人の敵じゃないぜ。え、本当に手伝ってくれるのか？おう、今まで手伝ってきたことと比べたらこれくらいなんてことないぞ。おお、エンジン様よ、冗談じゃないよな。なんていい奴らだ。
八神の国の開演も君たちは燃やせないだろうな。そりゃもちろん。それじゃあお言葉に甘えて早速そこまで案内しよう。あそこが魔物に占拠された廃墟だ。ティエゴ、ちょっと離れててくれ。危ないからオイラたちが片付けてくるぞ。あ、俺も全く同じことを思ってたところだ。二人の足手まといになったらよくないしな。逃げ道はありません。やっと片付いたな。ティアゴがおとなしく隠れてくれててよかったぜ。じゃなきゃ危なかったぞ。見ろ、壁画ってこれのことじゃないか。ふん、古代の壁画って壁一面に描かれてるイメージがあったけど、これじゃあまるで誰かが適当に描いたものみたいだな。でも一応聞いた内容とは一致するぞ。竜と人間が描かれてる。これが古代の契約の景色なのかな。まあよくわかんないし、とりあえず写真を撮っとくか。うまく撮れたな。ティアゴのところに戻って